皆さんこんにちは人生100年時代生き方改革提唱者のマダムホーです実はさっきやってたんですけれどもなんか途中で Wi-Fi の接続が悪くなってえ消えてしまいました それなのでごめんなさいもう一度ちょっとやり直させていただきますあどうもみゆこさんもう一度ちょっとやり直ししていますさっきのなんかあの切れちゃって保存できなかったので今もう一度やってますゆこさんもありがとうございますもう一度ちょっとやりますすいませんなんか Wi-Fi の接続が悪くて昨日もねみゆこさんとズームやってたら途中でフリーズしちゃってあのやっぱり私の方の Wi-Fi なんでしょうかね今こちら土曜日の夜でご近所の人が皆さん Wi-Fi を使っているのかもしれませんあ、ひろこさんもすいませんではもう一度ちょっと皆さん聞いてくださいえ人生100年時代になりまして考え方改革生き方改革っていうのは考え方働き方すべてを改革しなきゃいけないんですね で今、まず私なんですけどもう一度やります今、この着ているワンピースこれは数年前に夫が買ってくれたイタリアのミッソーニのブランドのニットワンピースですところがこれを買ってくれたのが多分冬2月ぐらいで,で私は毎年3月に太りますなぜかというと私が大好きな大好きな桜餅。 桜餅がロサンゼルスで唯一1軒しかない和菓子屋さんでも3月に出るんですね皆さんご存知に日本の文化っていうのは季節を先取りしますからあ三3月じゃないか桜餅はひな祭りでで終わるんですよひな祭りからは今度は丹後の節句であのなんか柏もちが出るそうだそうだ。だから 3月3日まで2月中にしかあの毎年桜餅が出なくてだからその2月に私はほぼ毎日桜餅を食べるので太るんですねそれでこの数年前に夫が買ってくれたワンピース結局2月だったもので買ってからもずっと桜餅を食べてたら「あるよあるよ」という間に太って入らなくまあ,はいあのニットですから入るんですけど妊婦さんのお腹がポッコリ。 あの出ちゃう体験なりましたそしてまた今年の4月日本に行ってもうあんなに食べて私の人生で一番太って帰ってきたんですがあのおかげさまで今 2, 2週間3週間このブルーベリーダイエットやっておりましたら痩せたんですね4キロしっかりとそれで今今日やっとこのあれを着ています「えミスオンニのワンピース」初めて数年ぶりに着ています。まあ、こんんな感じで皆さん 今私はそのミスオーニのワンピースを買ってもらってから数年間で着れるぐらいにまたた痩せたわけですよねそれとあの時は私はカウチポテトで運動が嫌いだったんですがその2年前からスポーツジムにも行ってで一昨日から1 0 0 0ル泳げるようになったんですよ30分で1 0 0 0ル で今日も今これはあのお祝い事があって、えー、ステーキハウス行ってきたんですけど今日は夜ステーキハウスでこんなごっついわらじのようなステーキをアメリカのステーキを食べるって分かってたのでちゃんと昼間また1,000メートル泳いでから行きましたという感じで数年前の私では想像もできなかったこの あの泳げるしスポーツジムも通って諦めていたあのワンピースが入ることになるんですねで何を言いたいかというとこれから皆さん人生100年時代になりますから今もしかすると皆さんが諦めているることも可能になるんですでその可能になる日今日一つの例として不妊症治療についてお話をしたいと思います。私も実は あの折り紙付きの不妊カップルですね結局ディンクス共働きで子供のいない夫婦になっていむんですけれども、まあ、やっぱり子供が嫌いとかもあったんですがやっぱり最初はね考えてたんですよ人並みに。 でやってた考えてたら25歳で介護貧乏になって貧乏のどん底に落ちたのでやっぱり30歳までの5年間必死であのやっぱりまあ人それぞれですけど私の場合は経済的に安定していないと子どもは作れないと思ったんですね。特に やっぱり私とか夫っていうのは学歴が高いので子どもも高学歴いい学校に入れようと思って実はスイスの全寮制の学校に入れることまで考えてたんですねだからそれなりのスイスの学校に幼稚園から入れるお金がないと子どもは作らないと私たちなりに考えていました。 そしてやっとその最初の1億ができてじゃあ子作りできるのかなと思ったんですが30歳で独立をしてその10年間40歳までの10年間本当に私のスケジュールというのは1年先までスケジュールが入っているような働き方をしていましたあっはいイ w a ンハ y ユーそれでその1年間、えー、先のスケジュールがやってるから分かるんですね例えば今月あの妊娠したら ちょうどつ,わりのとつわりになる時に海外出張が入っているとかちょうどその妊娠の前期にその重要な時間に例えばそのなんか化学工場とか,なんか化学とか製薬会社とかのなんか仕事があってあんまり薬品とかに触れるとあの胎児によくないとか放射線に浴びるとよくないとかそんなことばっかり考えてたらいつまでたっても妊娠するタイミングはなかったんですね。 それでまあうちはもう諦めちゃいましたけれども希望が持てたのはこの数日前にアメリカの「ニュースウィーク」だったと思うんですけれどもえある記事を読みましたそれは中国大陸のお話でおじいちゃんおばあちゃんがいますであの人たちの時は人カップル子供が一人っ子政策でしたからおじいちゃんおばあちゃんまあ息子さんと娘さんが結婚しました。とこころががの夫婦が なんか不慮の事故で交通事故かで亡くなっちゃったんですねそれでその両,両家のおじいちゃんおばあちゃんが一緒になってもう裁判多分最高裁まで行ってやっと孫を手に入れたどうやって夫婦は死んでるのにどうやって孫を手に入れたかっていうとこのご夫婦は不妊症治療を受けてたんですね それでもう受精卵を凍結していてその奥さんのタイミングに合わせて受精卵を入れるっていうことを多分やってたと思うんですよだから受精卵があったでそのことをおじいちゃんおばあちゃんも知っていたのでじゃあこの受精卵を代理母にお願いして孫を作ってほしいっていうことを裁判沙汰したわけですでまあ数年かかってやっと裁判の許可が下りて どっか途上国中南米かどっかの女性にお願いをして生まれたらしいんですねだからここなんです皆さん人生100年時代っていうことは今できないことが後に可能になります。 ですから例えば日本の方はみんなとなんとなく同じ時期に就職して同じ頃に結婚して同じ頃に子供を作ってそしたら子供も同じ頃におむつが外れるように同じ頃に子供が受験するように同じ頃に子供が同じ頃に同じ頃にっていうことをやってたんですが一切そういうことがなくなるんですね。もし今あなたが未婚 二十歳とか未婚であれば今の間に男性だったら精子を凍結しておく女性の場合は卵子を凍結しておくそして将来私のようにキャリアウーマンでまずはキャリアでしょうで子供とか結婚後回しまずキャリアを確立して例えば40歳代で部長とかになってから50歳で子供を産む。 大リボにお願いすればいいきっとその頃には日本の法律変わってると思います今はまだ代理母出産がダメとか言ってますけれどももう日本の人口をどん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 減少していきますから多分あの近い将来日本の政府も代理母出産 OK になってくると思いますそうじゃなきゃ日本人の血が耐えてくるようにもう少子化問題になるわけですからね でそれからアンチエイジング医学も皆さんが驚くぐらいすっごく進んでいますからもしかしたらこの私のような人間でも私が80歳になった時に急に私の子宮が若返って卵がポコポコ出るようになって80歳90歳で子供を作ることができてそして150歳まで生きるそういうこともこれからの近未来はきっと可能になります。だからね皆さん 今の私の例ですけど数年前の桜餅をいつも食べて太っていた私がこうやってブルーベリーダイエットでこの今日もステーキ思いっきり食べてそしてジムに入って1 0 0 0メートル泳げるようになったあの当時なんか考えられませんスポーツ大嫌いカウチポテトただもう太ってた。 あの私から今の私は想像つかないしこうやってあの時に愛する夫が買ってくれたイタリアのミスオーニのワンピースが今日来てるということですよねですから皆さんまず生き方改革考え方改革働き方改革無理だ駄目だと諦めてたことがもう一度チャレンジできる時代が来ますよだから今からもう一度楽しいことを考えてみましょう 本当に80歳で結婚して初婚で90歳で子供ができるかもしれませんそんな未来が来ますじゃあこのンと英語でしますだからいつも希望を持って頑張りましょうねじゃあまた明日さよなら